1970年代初頭、海外で奇妙な事故が相次いだ。病院に運び込まれたのは、外傷がないのに脳に損傷を負った乳幼児たち。両親は揺さぶっただけと口を揃えた。ところがその後、アメリカで論文が発表された。揺さぶっただけで脳は損傷しない。正しいのはどっちだ。これが乳幼児揺さぶられ症候群の謎。40年もの間、真実をめぐり日本を含め世界中で論争が巻き起こっていた。揺さぶりだけでは起こらずに、揺さぶった後に最後にどこかにぶつかって損傷が起こるんだろうというのが、一般定説になっていました。被害に遭った子どもは揺さぶり以外で脳を損傷した可能性もある。落とす、強く叩く、物をぶつける、さまざまなケースの脳の動きを計測した。その結果に宮崎は目を疑った。これは一体どういうことだ。揺さぶられた時、子どもの頭の中で一体何が起こっているのか。実験を始めて1年、意外な事実が判明した。激しい揺さぶりによって脳がさまざまな速度で動く。すると脳の周りの血管が切れ、硬膜下出血を引き起こす。さらに呼吸に関係する神経が切れ、脳が腫れることで命の危険も。驚いたことに、そのリスクは転倒や転落よりも激しい揺さぶりの方が高いことが判明。その一方で、高い高いやチャイルドシートの揺れなど、日常生活のレベルでは血管が切れる心配はないことも証明された。40年間誰も知り得なかった謎を宮崎は世界で初めて解き明かした。それまで自分の中であった、知識ですよね。知識からすると、真逆の結果だったということにはなります。こんなにずれるんだっていうことを具体的に目の当たりに見せられたのは初めてなので、びっくりしたし、これは新しい方法だというふうに思いました。今年3月、厚生労働省は宮崎の研究をもとにした DVD を制作し、市町村に配布。全国の自治体が行う両親学級で、これからお父さんお母さんになる人たちに揺さぶりの危険を呼びかけている。新しく生まれてくる命が不慮の事故で傷つくことのないように。カッとなってやってしまいそうなことが、どれだけその子の人生の道のりに障害を残してたりとか、そういうのになるのかっていうのをすごく分かりやすかったので、知っといてよかったなっていうのは思いますね。見といてよかったなと思いました。My first baby, so a little bit scary, but with pictures it's easier to understand the point, so I thought it was good. 揺さぶられ症候群がどういったものかっていうのが分からなかったので、知らなかったので、すごく勉強になりました。これから赤ちゃんを持つ両親だけじゃなくて、周りにいる人たちにも見てもらいたいビデオだなというふうに。